それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはシンプル8択占いです。クリスマス何が起こるのか、またはデートへのアドバイス、ラッキーカラーやラッキーアクション、ナンバーなども出していきます。シンプル占いですのでサクッと8択やっていきます。よろしくお願いします。デートに限らず、クリスマスどんな風に過ごしたらいいのかなっていう時期的な季節的なものとなります。今回トランプ占いです。あとはオラクルカードからすでにここにアドバイスやラッキーカラーなどをいただいています。ではもうやっていきましょう。軽くシャッフルして並べていきます。はい、それでは見ていきます。トランプを使ってシンプルに今回出しています。そして最近まで忙しかったっていう方多かったのかなっていうふうに思います。今現在も忙しいとか、目標に向かって取り組んでることがあるとかね、そういう方もいると思います。好きなお相手がいらっしゃる方は、お相手も今現状をよく見ていて、そしてもしかしたらね、ここはあなたにお誘いしようかなっていうところがお相手持っているかもしれません。今あなたの様子を伺っているような状態、どうかな、忙しくないかなとかね、お誘いかかるんじゃないかなと思うんですね。お相手の方からここは期待してもいいんじゃないかなと思います。そしてそのあなたの状況次第っていうのがあるので、お相手と今連絡取り合ってるよっていう方は、お互いの近況を報告し合うことがいいんじゃないかなと思います。余裕を持っていくこと、隙を見せていくこと、あー、クリスマスあたり何にもないんだよねとかさらっとこう言うと、お相手の方で、あ、忙しくなさそうだ、誘えるかもっていうふうに思わせることっていうのが、秘訣かなと思います。クリスマス楽しく過ごせるんじゃないかなと思うんですね。そしてそのなんていうのかな、みんなでクリスマスパーティーを開くというよりは、お相手と一緒に、好きなお相手と一緒にデートできるとか、あとはクリスマスの時に集まりがあって、そこで新しい出会いがあるとかっていう方が多いんじゃないかなと思います。クリスマスはね、お仕事一色とかではなくて、楽しいクリスマスを過ごすことができそうです。ちょうど今年のクリスマスが、イブの日が24日が日曜日となってるので、23、24、土日のあたりっていうのがいい感じで過ごせそうだなっていうのがあります。新しい出会いがあるとか、何かあなたの中で優しい気持ちになれるような、そんな一日になりそうですね。今まで辛いなとか体調不良だったとか、一生懸命自分で今取り組んでることがあった、それについて悩んでいたりとか落ち込んでいる方っていうのも、だんだん右肩上がりに運気が上昇していきますし、これから新しく感じること、湧き上がってくる思いとか受け取るものっていうのもしっかりあるので、そうなんですよね。なのでクリスマス、この嬉しく過ごして何かもらえそうな感じもするんですよ。お相手から何かもらうか、それは物かもしれないし、言葉かもしれません。感謝の言葉とか、そういうのを受け取るのかもしれないんですが、何かしら嬉しいものがありそう、もらえそうっていう期待があります。ポイントとしては、いかに自分を自由に表現していけるかとか、自分の気持ちを解放させていくのかっていうのがポイントです。あまり深く考えたり、ネガティブに捉えたりとかすることなく、あなた自身も動きたいように動いていきましょう。このクリスマスっていうのは、デートに誘いたいなと思ったら声をかけてみましょう。お相手の方の近況としては、
慌ただしいかもしれません。年末にかけてこのお相手っていうのが、ただお互いのタイミングが合えばデートできるとかっていうところもあります。そして好きな人がいない方は出会いのチャンスがあります。ぜひパーティーや人の集まる場所、集まりに参加してください。そして恋愛で見ていない方でも、ここは有意義な時間を過ごせるんじゃないかなと出てきています。ただこの1番をお選びいただいた方、恋愛要素強めかなと出てきていますね。はい、あなたの魅力を最大限に発揮していきましょう。恋愛で見ている方だったらなおさら自分磨きというか、おしゃれしてクリスマス過ごしていくといいんじゃないかなと思います。デートしたりとか、ただ自分自身を綺麗に美しくかっこよく見せていくのも必要だし、プラス素直にお相手に自分の気持ちを伝えることだったり、ありがとうとか感謝の気持ちを伝えていくことっていうのも大切なポイントになってきます。あなたらしくいられることが一番いいです。気合い入れてもいいしね、それもあなたらしさですよね。自分らしくいようっていうことも大切です。そして注意ポイントとして一つお伝えするのであれば、クリスマスのあたりは楽しいことでいっぱいに溢れているでしょう。いろいろとあると思いますよ。ただその中であなたが自分らしさっていうのを解放していけば、より良いものを引き寄せることができるし、そして少し前のように悩んでいたりとか、いやどうしようとか、より良いものにしていきたい、もっと良くなりたいんだっていうところに目を向けていると、その良い運気っていうのが少し遠ざかってしまうような感じもするので、あまり自分自身を縛りつけたりとか固定概念に縛りつけられることなく、自由な発想でいてください。自分らしくありのままでっていうところが出てきています。はい、明るくできるだけ過ごせるような環境づくりをしていきましょう。その環境づくりはやっぱり自分でできることなので、少しでも明るい運気を取り入れていくためにもとか、気持ちを安定させていくこととか、そういうことがアドバイスとして出てきています。はい、ではラッキーカラーやアドバイスもらっていきましょう。なんかね、どういうこと起こるのかなとかね、具体的なものももらっていきます。まずラッキーカラーです。ラッキーカラーはこのような薄いピンクがいいでしょう。あとは白です。そして差し色に鮮やかなブルーを取り入れてもいいです。なので白いワンピースに青いネックレスとかアクセサリーをつけるっていうのもいいですね。このあたりがラッキーカラーです。そしてその他にもオラクルカードからのメッセージです。具体的なアクションとして今音楽っていうのが入ってきています。音楽を聴くこと、あとはクリスマスのあたり、もしデートするよっていう方は音楽の奏でられているような場所でお食事するとか、お酒を飲むとか、同じ時間を過ごすときに音楽があるとよりムードが盛り上がるんじゃないかなっていうこと、あとはクリスマス前でもご自身の中で好きな音楽をいつも流したり聴いたりすることっていうのがいいですね。で、音楽だけではなくて耳に入ってくる情報を大切にしてねっていうメッセージなので、それは言葉としてメッセージがあなたの元へ届けられるのかもしれないしね、音楽の歌詞だけではなくて耳に入ってくることにヒントがあります。その中で自分が心地いいものを取り入れていきましょう。なんか聞いていてネガティブな思いになることだったりとか、今の自分には必要がないなって思うもの、それらのものは受け取らなくても大丈夫です。あなた自身を否定することだったり、自分自身で否定してしまうようなこと、そのような情報、噂話っていうのは今シャットダウンしておきましょう。明るいことだけを考えていられるような感じでいきましょうねっていうことです。そしてもっと具体的なアドバイスとして、音楽、その他にはお水っていうのが入ってきています。今浄化のカードがここに入っていますので、ご自身の心とか体を浄化していく時が必要になってきます。いいですね、身のお清め。そしてそれは水を取り入れることでより良くなっていくでしょう。入浴すること、水分取っていくこと、白湯だったりお水を飲むことだったり、お水飲むことで解毒作用とかもありますから、ご自身の判断でお水に触れたり飲んだり取り入れたりとかされてみてください。お水からの浄化もいいでしょう。そして
これからクリスマスまでカウントダウンしていきましょう。これも具体的なアクションですね。いいですね。カレンダーチェックしていくことだったりとか、あとクリスマスまでに1ヶ月ちょっとあるから、それまでにこれやっとこうとか、これをきれいにしておこうとか、何か小さな目標を立てて日々取り組んでいくことだったり、毎日を楽しむことっていうのがアドバイスとして入っています。まずこの1番さんは、毎日を楽しく過ごせるようにしていきましょうねっていうのがアドバイスです。はい。そしてあとは、自分自身を愛していきましょう。浄化することによって、この天使があなたの元へやってきてくれます。そのようにイメージしてください。天使、光の存在があなたをより癒してくれるでしょう。あなたが自分自身を癒したり受け入れたり愛するから、だからより良い流れがやってきます。自分自身を受け入れていきましょう。どんな自分でも、ありのままの自分を今受け入れることが心の豊かさにつながっていきます。はい。そしてお選びいただいたオラクルカードからのメッセージももらっていきます。これもやはり、あなた自身がいつもご機嫌でいるような、そんな生活をあなた自身が今作り出していく時です。自分自身がハッピーになれるような日々を過ごしていくために、今小さなことからでもいいので働きかけてみてください。今あなたの心の中を浄化するとき、癒しを取り入れて新しい風やエネルギーを取り込んでいくときです。こちらを参考にしてください。そしてラッキーナンバーは3つあります。2番、14番、50番です。この数字をラッキーナンバーとしてお受け取りください。ではラッキーカラーとラッキーナンバー、アドバイスもお付けしました。ぜひ楽しいクリスマスをお過ごしください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。では2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはシンプル8択占いです。クリスマス何が起こるのか、またはデートへのアドバイス、ラッキーカラーやラッキーアクション、ナンバーなどを出していきます。今回はトランプを中心に占っていきます。よろしくお願いします。もうすでにこちらにアドバイスやラッキーカラー、ラッキーアクションなどを出しています。そしてトランプを使って今回はリーディングしていきます。はい。では見ていきます。恋愛要素強めかなと思います。とっても楽しい一日となりそうです。今年のクリスマスは、24日が日曜日なので、週末のあたり、23日、24日あたりですかね。そのあたりに嬉しいことがあるんじゃないかなと思っています。デートできるよっていう方もいるんじゃないかなって思うんですね。好きなお相手と楽しい時間を過ごせるとか、または出会いもあると思います。今の状況をぐっと流れが変わっていくというか、とてもいい状態になっていて、優しい気持ちで一日過ごせるんじゃないかと思います。またそのためにも、あなたが働きかけていくような流れになります。自分から積極的に動いていく、自分が想像している通りにあなたが動いていく時なんじゃないかなっていうのがあります。また動くと、またそれもね、結果として残りやすいですね。自分のところに帰ってきやすいので、ポジティブなことを行っていけばポジティブな結果で戻ってくるしっていうところで、ネガティブになっていけばなっていくほど、それがそのまま帰ってきやすい時でもあります。願望成就しやすい時期なので、
いかに自分の目標を叶えるためにあなたが今お心をどんな状態で保っていくのかとか作り上げていくのかっていうところに焦点を当ててみてください。お相手や周りの状況っていうのも良いので、お相手の出方を見る方っていうのもいると思うんですね。ただお相手が、お誘いしてくれるというよりはあなたの方から働きかけていくとお約束できるんじゃないかなっていうのが出てきています。ここね、お相手とデートできるかどうかっていうのは可能性高いですね。でもそのお相手の状況次第ではクリスマスその日にそうだな会えるか会えないかっていうのが分かれ道になる可能性もあるんですけど、だけども会えなくても連絡取り合えるとか、じゃあ違う日にっていう形でお約束できたりとか、あなたにとっての嬉しい結果として後々帰ってくると思いますので、お相手の様子を見すぎてしまって動けなくなってしまうぐらいだったら自分の今お気持ちの通りに動いていった方が結果つかみやすいなっていうのが出ています。恋愛要素で見ていらっしゃらない方でもご自身がより楽しくねクリスマス過ごしていくためにっていうことで今その瞬間を楽しむためにも自分が今叶えたい通りに進んでいくことだったり自分の方から動いていくとより良い結果となって現れやすいんじゃないかなと出てきています。はい、ということで、ラッキーカラーやラッキーナンバーなどを出していきましょう。ラッキーカラーとしてはこのようなねグラデーションがかったような青、紫、赤紫のようなねこのあたりの色やあとはベージュ、ゴールドのこのあたりですね。このカラーを参考にしてください。そして木のカードとオラクルカードも出てきています。これは自尊心を表すカードです。自分自身を大切にすることです。自尊心って何っていう風になると自分のことを尊いって思える気持ちを大切にしてくださいっていうことなんですね。この自尊心が低くなっていくと悩みがちで人生を楽しみづらくなっていきます。自尊心は誰かが褒められているのを隣で見ていて自分がその人のことをねすごいなって思うのと同じぐらいなんで周りと比べて自分はできないんだろうっていうふうに思って落ち込んでしまうことだったり過去の失敗についてずっと悩んでダメなんだっていうふうにね考えてしまったりまたは一つ一つもうね小さなことまで自分のことを否定してしまうことまたは困難にぶつかった時にすぐ諦めてしまうところここのあたりが自尊心が低くなる方の特徴と言われています。なのでここをガラッと変えていくこと今その低いなって思ってる当てはまるなっていうふうに感じた方はそこの部分を変えていくことが今の具体的なラッキーアクションです。自尊心が低くなってしまうと周囲に流されやすくなってしまったり自分の意見が否定されるのを余計ねより怖がってしまったりとかっていうところがありますので今その自分を大切にする気持ちを高めていきましょう。周りからの評価を気にしないとか自分の今信じてることを進んでいく行動に移していくことも大切ですし自分を信じる気持ちっていうのも大切になってきます。あなたの中ではこのように理想の道があると思うんです。このように進んでいきたい。中には手助けしてくれるような存在もいてくれると頼もしいなって感じる方もいると思います。ご自身にスポットライトが浴びて、あなたが自分の道を歩んでいく。このお気持ちやこの道っていうのを大切に感じてくださいねっていうカードです。そして、自分自身を大切にすることを恐れずに、してください。あとは基礎に立ち返っていきましょう。自分の基盤になるものを大切にしましょう。そうですね、自分の道っていうのもあなたは心の中にちゃんとあると思うんですね。それに向かって進んでいく力も本来あるはずです。今自分自身大切にできていないなって感じる方はまずその基盤作りこの木の土台っていうところをしっかりと安定させていくためにも心の安定だったりあとは体のバランス健康面っていうところも見直しをかけてみましょう。しっかりと地に足をつけて歩んでいけるように今基盤をもう一度振り返って立ち返って覗いてみましょう。このカードは
勇者を表すカードです。自分を信じて新しい世界を作っていく。勇者というのは勇気のあるもの、どんな困難があっても恐れずに諦めずに立ち向かっていくものを表していますね。諦めかけそうになっていたりとか、何かあった時にああもういいや動かない方がいいかなとか消極的になっていたところもあるかもしれないけど、今それを変えるタイミングがやってきています。自分自身を大切にして自分の信じる道を歩んでいくと、より良いクリスマスを迎えていけそうな感じが出てきています。ラッキーナンバーは5番、28番、48番、51番、このあたりの数字を参考にしてください。その他にも植物っていうのもラッキーモチーフとして入ってきますので、観葉植物を取り入れたり、花束、あとは花を花瓶に飾ったりとか、そのようなこともいいでしょう。植物の他にも、あとはゴールドのアクセサリーもおすすめです。できるんだったらこのちょっとね細めの感じのアクセサリーがいいんじゃないかと思います。ネックレスでもシンプルめなゴールドのネックレス、ピアスでも小ぶりでもいいですし、大ぶりでもフープピアスのような少しねこう線のような、丸みのあるものだったり、角張ったものでもいいんですけど、線になったようなイメージのものでいてください。ゴールドのアクセサリー、指輪、シンプルな指輪もいいでしょう。おすすめです。はい、では2番さん、こちらを参考にしてください。とてもね、良いクリスマスが過ごせるんじゃないかなっていうのが出てきていますので、はい、お受け取りいただけたらなと思います。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはシンプル8択トランプ占い。クリスマス何が起こるのか、またはデートへ向けてのアドバイス、ラッキーカラー、ラッキーアクション、ラッキーナンバーをもらっていきます。ではよろしくお願いします。今回はトランプメインで占いを行っていきます。ではこちらから、失礼しました。一度戻して、もう一度シャッフルし直します。ちょっとごめんなさいね。今頑張ってることが結果が一つ出そうです。今頑張ってること何でしょう。恋愛もしくはお仕事かっていう感じで出てきています。そうですね、あなたがより実りのある一日を過ごしていくためにも、今年のクリスマス23日24日が週末になっていますので、まあ、そのもしデートをするのであればそのあたりかなという感じもするんですが、まあ、そのあたりを中心に見ていきましょう。そうですね、今頑張っていることとか、今ワクワクして楽しく取り組んでいることがあると思うんです。まあ、一部の方ではお仕事、もしくは好きなお相手とのやり取りかもしれません。それに対して一つちゃんとした結果が出るというか、あなたにとっての実感できるものだったり、それは時間かもしれません。この近未来見ていくと、クリスマスのあたりお相手と一緒に過ごせるとか、そのために自分が動いていくことも今あるんじゃないかな、計画を立てていたりとかっていうのもあるんじゃないかなと思います。ただお相手の方が少しお仕事お疲れモードっていうのが出てきているので、もし一緒に過ごすのであれば癒しの時間っていう形でお相手によりリラックスをあなたが与えてあげられるような、そんな時間をお相手に注いでいくといいんじゃないかなというのが出てきています。恋愛で見ていないよっていう方だとしても、今回この3番さんは出会いがあるというよりは
あなたがいかに時間を有効に活用していくかによってクリスマス変わってくるんじゃないかなと思います。クリスマスね、お仕事だよっていう方も中にはいるかもしれません。この3番さんはお相手と楽しい時間を過ごせるというより、お仕事に今クリスマス予定入れてますっていう方もいるかもしれませんね。ただそれでもね、柔らかくクリスマスのあたり過ごされるとより良いのではないかなと思います。あとはやっぱりデートできそうな感じもするんですよね。あなたが頑張ってきた分の努力が結果となって出てくるっていうのがあります。だから恋愛に向けて今頑張っている方は恋愛で結果が出るとか、お仕事で取り組まれている方はお仕事に対しての成果が一つ出る、なんかね、臨時収入だったりボーナスっていうのも大きく期待できそうな感じがします。あなたが中心となって活躍できるような、そのあたりの流れっていうのが出てきていますね。ただそのどうしても浮き沈み、モチベーションの浮き沈みだったりとかっていうのが出てくるので、あとは健康面かな、少し不安なところがあります。風邪をひきやすかったり体調を崩しちゃったりっていう可能性があるので、あとはモチベーションかな、やる気なくなっちゃったとかね、いきなりガクッと下がっちゃうようなことが出てくるかもしれないので、何かがあってモチベーションが下がるとかじゃなくて、お疲れから来るのかな、もしくはお相手の様子を見ていて話がなかなかまとまらなくてね、クリスマスの予定が立てられなくてやる気がなくなっちゃうとかね、このクリスマスあたりの時期っていうのが心身ともにバランス崩しやすい時っていうのが出てきてるので、そのあたりを、持ちこたえていくといいんじゃないかなと思います。で、今お相手見てないっていう方だとしたら、もう自分自身の問題になってくるので、体調管理だったりスケジューリングだったりとかっていうのをしっかりすること、そして諦めずに取り組んでいくことで結果がちゃんと出てきます。お相手が関わってる方はやはりお相手との関係性っていうのも見ていかなきゃいけないので、しっかりとお相手とここは育んでいくことだったり、お相手の日々の疲れを癒してあげることっていうのがテーマになってくるかなと思います。ただ自分で結果をつかみ取っていくんだっていうね、たくさんの今選択肢がある中で、なんかね、今モチベーションが高まってる状態で、多分一つの目標に向かって頑張ってる方もいるでしょうし、いろんなやり方使って今変化を起こそうとしている方もいると思うんです。求めてる方もいると思うんです。その中で自分が決めて動いていったことに対してプラス時間を有効活用していくと、ちゃんとした結果っていうのを受け取ることができますから、時間を有効に使っていきましょうっていうのがアドバイスですね。はい、ではオラクルカードとかでラッキーカラーをもらっていきます。ラッキーカラーはブラック、そしてあとはベージュやゴールドです。そして、ラッキーモチーフとしては今回ゴールドのアクセサリーです。ピアス、ネックレス、イヤリング、指輪、このあたりですかね。ブレスレットでもいいですね。できればシンプルなものがいいです。ゴールドのものでシンプルなものを意識してみてください。そしてこのお庭のカードと道のカードも出てきています。またそのラッキーアクションとしてメイク用品を新調すること、買い替えることだったり、今ねその基礎化粧品パックやヘアトリートメント、ヘアパック、このあたりのねトリートメント、基礎をもう一度見直してみることっていうのがラッキーアクションです。特に女性の方だったらメイクで、今男性の方でもメイクされたりとか、あと化粧水とかね、基礎化粧品を取り入れてる方も多いと思いますので、このあたりの見直しを一度やってみてください。エステ通われたりパックしたりとか自宅でねやることもおすすめです。今その基礎化粧品かな、メイクといっても華やかさを求めるのではなくて、基礎に立ち返っていくのがいいんじゃないかというのが出てきています。はい、そしてここ3番をお選びいただいた方、クリスマスのあたり分かれ道っていうのが出てきています。何かを選ぶような形になっていますね。例えば仕事を取るのか、それとも出会いを取るのか、恋愛、お相手とのデートを取るのかとか、家族の時間を過ごすのかとか、なんかねどっちかを取るみたいな感じで
あとはお誘い両方受けるとかね、こっちからもお誘い受けてるし、こっちからも受けてるからどっち選ぼうかなっていう方もいるかもしれないので、そこを一つに定めていくこともいいかもしれません。または先ほどのトランプの方で時間を有効活用していくことっていうのがアドバイスに入っていたので、時間スケジュール立ててどっちの道もやりますよって、仕事もするしデートもするよとか、日中仕事頑張るけど夜はデートみたいな感じで有効に使っていけるかもしれません。あとはお選びいただいたオラクルカードと、このカードからもメッセージをもらっていきます。その前にラッキーナンバーは15番、22番、48番、60番、これを参考にしてください。そしてアドバイスカードですね、これはグルメのカードです。そう、グルメになりましょう。グルメというのは美味しいものをいただくだけではなくて、自分自身にグルメになりましょうっていうことです。探求していくこともいいですね。自分の心身にとって美味しいと思えるもの、栄養になるものを取り入れていくんですよ。で、あなたが今美しいなって感じること、美味しいなって思えること、あ、これいいなって思えることとかを取り入れてください。お肌でもいいし、外見でもいいし、内面でもいいしね、この時間にグルメになっていきましょう。有効活用していきましょう。今ね、慌ただしくあなたが美しくなっていくために忙しくなる方もいるかもしれないですね。その忙しい中にも楽しさを見出すことができたりとか、より豊かさを求めていくっていう感じで流れていくと思います。ただ全てはご自身の心が豊かになるのを目的にして動かれていくといいんじゃないかなっていうアドバイスでした。こちらも参考にしてください。あなたのお庭は豊かなもので、ここでゆっくりとくつろいでいるあなたの姿が見えています。いつでもあなたの心は豊かなお庭、これですね、これをお受け取りください。今回はどんなクリスマスとなるのか、またはもしデートをするのであればということでアドバイス、または全体的なラッキーカラー、ラッキーアクション、ラッキーナンバーをもらっていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは4番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはシンプル8択トランプ占いです。クリスマス何かいいことありますか？ということと、デートへのアドバイス、またはラッキーカラー、ラッキーアクション、ラッキーナンバーなどももらっていきます。ではよろしくお願いします。今回はトランプを中心に占いを行っていきます。もうすでに、こちらからラッキーカラーなどももらっていますので、こちらも後でもらっていきましょう。もう一度切り直します。今回はシンプル占いなのでサクッとやっていきます。はい、こちらでもらっていきましょう。そうですね、なんか良いクリスマスになります。ですがその前にいろいろとありそうだなっていうのは出てきています。あなたの中で最近自分で決めたんだけどそれが揺らぎそうになっていたり、決めて進んだんだけどそのことによって後悔するお気持ちが生まれていたり、逆に自分を苦しめちゃった、自分に圧をかけちゃったような感じもしますね。なので今ちょっとお疲れとか辛いなっていう風に感じてる方が多いんじゃないかなと思うんですね。何か決まったことがあるとか、ご自身の中で決めたことなのかもしれないし、流れ的に何か決定があったことが
あったのかもしれない、それを受け取ったのかもしれないんですけど、どちらかというと自分で考えて決めたことなんじゃないかなと思うんですね。そのことで今苦しいなって、新しく始めてみた、これもあれもやってみようって思ったんだけど、キャパオーバーになっちゃったとかね、そんな感じもします。なんか疲れてる感じがします。あまり眠れていないとか、プレッシャー結構今感じていませんかっていうのが出てきています。はい、なので今このクリスマスっていう季節的なものでシンプルに見ていくので、なのでこのクリスマスっていう風に今パッと今出てきても、あまりこう今計画立てていないとか、あまりこう明るいイメージを持てていないとかっていうような状態なのかなとも思います。または今現在交際されている方、パートナーがいらっしゃる方はパートナーと過ごすんだろうなっていうお気持ちはあるんだけど、でも仕事やなんかそのパートナーと一緒に全部過ごせないような気がするみたいな今の状態、もうすでに仕事や何かで予定が埋まってるんじゃないかなっていうのもありますし、またはなんか今ね2人の方で迷われているっていう感じがするんですね。パートナーがいるんだけど好きな人と過ごしたいとか、この方も気になるしあの方も気になるとか、どちらのお誘いを受けようとか、モテモテの方もいるかもしれません。そうですね、何かねそのようなちょっと今複雑に入り組んでいる、もしくはモテているっていうようなイメージが入ってきます。ただアドバイスとしては、あなたがより自分のことを優先させていきましょう。自分が過ごしたい相手と過ごすとか、自分がやりたいことをやるとか、クリスマスにこだわらず、自分がその時期に何をやりたいのかとか、ちょうどなんかクリスマスあたりにあなたが何か選ぶような選択の立場に立つのかもしれません。どちらのお誘いを受けようかなとかね、そうかもしれませんね。家族との時間を過ごすのか、それとも友達と過ごすのか、好きな人にデートのお誘いをするのかっていう感じで何か選ぶみたいな感じになりそうな感じがするんですけど、自分の心のままに、そして動いていくと、おのずと結果が見えてくるんじゃないかなと思います。本当に今お誘いどちらにしようかなって迷われている方は、自分で今答えを出す時なのかもしれないですね。少しそのあたりで今ご自身の中で葛藤が生まれている可能性があります。ただね、結果的には最終的にこのクリスマスのあたりっていうのは良い一日になるんじゃないかっていうのが出てきていますから、そのためにもご自身の中で今取り組むことがあるんじゃないかという感じで出てきていました。はい、ではアドバイスカードです。はい、ナイトのカードですね。そして船のカード、あとはこちらのカードももらっていきます。そしてそう、ラッキーナンバーをお伝えします。まず3っていうのが二重で入ってきているので、3っていうのが強いですね。3番と28番です。3日もしくは28日のあたりですね。3のつく日とか、3が多いですね。三角関係なのかな、なんか複雑な人間関係っていうのが出てきているので、どちらかの方で迷われているとかモテているっていう感じで入ってきています。あとはラッキーアクションや、ラッキーカラーも言っていきましょう。ラッキーカラーはこのような青みがかった紫色です。スミレ色でしょうか、この色と、あとは白ですね。少しクリームっぽい白もいいと思います。紫もしくは白、紫といっても青みがかった淡い感じの紫がいいと思います。そしてクリスマスモチーフのものもいいでしょう。トナカイ、ツリー、あとはオーナメントとかっていうのもね、いいですね。クリスマスの飾り付けをするとか、イベントに参加するっていうのもラッキーアクションです。そしてもう一つは、そうですね、揺れるものっていうのがいいので、アクセサリーでも揺れるもの、ピアスでも何かこう揺れるっていうものを意識されてみてください。風船だったりとかですね。あと場所として、もし可能であれば海辺に行くっていうのもいいでしょう。風を感じてください。海が無理だったら、日々ね自分が過ごしている身の回りで構わないので、窓を開けて換気するとか、
少し外に出て散歩して、今冬の空気を感じるとか、冬の夜とか冬の朝の空気とか、それぞれ違うと思うので、時間帯によって、その天候にもよりますしね。冬の晴れた日の夜空を見ながら散歩するとか、風を感じることがいいでしょう。またその他に芸術というワードも入ってきます。芸術に触れるといいですね。美術館に行くこと、アートを見たりとか、あなたにとっての今芸術、アート作品、クリエイターさんの雑誌を読むとか、話を聞くとか、動画を見るっていうのもおすすめです。芸術に触れてください。コンサートに行くことだったりとか、何でもいいです。あなたにとってこれぞ芸術というものをやってみてください。感じてみてください。あとはお洋服は A ラインのワンピースやドレスっていうのもおすすめです。あとはデコルテラインが強調されたもの、男性の方でも胸板のあたりっていうのを意識されてみてください。そしてアドバイスカードはこちらです。はい、この2枚ですね。まずこちらです。これはそのご覧いただいている方によって変わってくると思います。性別が男性の方、そして女性の方によって変わってきます。男性の方であれば、あなたが今ドレスアップをして花束を持ってお迎えに行きましょう、あなたのお姫様を迎えに行きましょうってことです。女性だったら逆ですね。あなたにお迎えがやってきますよっていうね、カードですね。ナイトがやってきます。ただしこの3番さんは特に向こうからやってくるお誘いが多いんじゃないかなって思うんですね。もしくはあなたがもしナイトの立場であれば、他にもお姫様を誘うナイトがいるかもしれないので、っていうところですね。そのあなたの立場にもよります。あなたが自分がナイトだと思うのであれば、そう、他にもライバルがいる可能性がある。だけどあなたが有利。そしてあなたがお姫様の立場だとしたら、ナイトが複数人いるかもしれない。その中であなたの好みでいいので、今この人と過ごしたいって思える人と一緒に過ごしていきましょう。これがアドバイスです。そしてこちら、これは日常の小さな出来事も美しく過ごしていくっていうアドバイスカードです。甘く楽しく美しく、これをイメージして過ごしてください。日々起こる小さな出来事に対しても感謝の気持ちを述べたりとか、または芸術というワードも入っていたので、少しねロマンチックに表現されてもいいんじゃないかなというふうに出てきていました。どんな出来事でも美しくあなたが感じてくださいっていうアドバイスです。今回はシンプル8択占い、クリスマス何かいいこと起こりますか、どんなことありますかっていうことと、もし今デートを考えているよって方はデートへ向けてのアドバイス、または全体的なラッキーカラーやラッキーナンバーなどもいただいていきましたので、参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは5番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回はシンプル8択トランプ占いです。クリスマス何かいいこと起こりますか?ということと、もしデートを考えている方はデートへ向けてのアドバイス、または全体的にラッキーカラー、ラッキーアクション、ラッキーナンバーをもらっていきます。ではよろしくお願いします。今回はトランプを中心として占いしていきます。もうすでにこちらにアドバイスカードは出してあります。では、見ていきます。はい、では見ていきましょう。今はこう満たされた気持ちでいるとか、そうですね、お付き合いされている方もいるかもしれません。
またはお相手と仲良くやっているよとかね、今順調に仲を育んでいるよっていう方もいると思います。今告白を考えているっていう方もいるかもしれませんね。はい、もしくはもうすでにお付き合いされているかっていう形で今見ています。で、テーマとしてはクリスマスっていうこの期間限定で今見ているので、そのあたりっていうのは何かこうお二人の間で新しい物事が始まるっていう流れが出てきています。二人にとって何か決断することだったり、今回ねこの好きなお相手がいなくてっていう方だとしたら、新しくあなたが始まることを始めていくことが出てくるんじゃないかなと思うんです。最近新しく出会ったよっていう方もいるでしょうし、その方との関係性が始まっていくのかもしれません。または仲良くなる方法を見つけたりとか、ようやくスタートしていくっていう風に感じる方もいるでしょう。または恋愛でご覧になっていない方は、お仕事で新しく始める感じがします。年末年始の切り替わりに向けて今何か立ち上げようとしていたり、または転職っていう感じでも入ってくるので、クリスマスのあたりはそのお仕事で頑張るよっていう方か、好きなお相手と一緒に過ごすよっていう方でこう分かれていく感じはするんですが、ただどのジャンルで見てもあなたの中で今新しく始まっていくことや決めていくことが出てくるような、このクリスマスのあたりっていうのが出てきています。ただし忙しいっていうのがあるかな。嬉しいんだけども忙しい、依頼がたくさんやってくるとか、お誘いもいっぱいあるし、仕事も忙しいんだけど、仕事付き合いの飲み会、年末年始の忘年会とか新年会のお誘い企画とか、それも考えながら友達とのクリスマスパーティーもやりつつ、好きな人とも遊ぶみたいな感じで、もういろんなところにあちこちね行かなきゃみたいな、そんな慌ただしいようなクリスマスになりそうです。今年のクリスマスはちょうど週末が23日24日のあたりになってくるので、そのあたりは忙しいかもしれません。ただこの好きなお相手で見ている方は、お相手ちょっと今お休みモードに入っているので、だからそのあたりをどのようにデートに持っていこうかなっていう感じで考えている方もいると思います。ただ何かしらの形であなたが動いていくことには変わりがないし、動いたことによって始まってくるものがあるので、アプローチしていかれるんじゃないかなと思うんですね。ただもうはっきりと今お相手がちょっとお疲れだったりとか、今動けないような状況であるのであれば、そっと見守るという方法を選ぶかもしれません。ここはお相手次第っていう感じでも入ってきます。どちらかが忙しいというか、あなたが忙しくてお相手がストップしているような状態なので、そうですね、そのあたりをどんな感じでバランス取っていくのかっていう感じでも入ってきますね。告白を考えている方はよりデリケートにお相手の様子を伺うといいでしょう。少しこう立ち止まっていたり落ち込んでいたりっていうような様子が見えるので、そうですね、はい、ということでアドバイスカードもらっていきます。まずオラクル、オラクルはアバンダンスで豊かさを表しているカードです。そしてラッキーカラーももらっていってます。そして、ルノルマンカードからもアドバイスもらっています。まずラッキーナンバーからお伝えします。ラッキーナンバーはいっぱいありますよ。1、6、15、22、25です。はい、このあたりを参考にしてください。ラッキーカラーは赤みがかったブラウンと鮮やかなブルーです。この2色を取り入れてください。テラコッタみたいなカラーですよね。はいですね。そしてラッキーモチーフとしては、細身のファッションだったり、細めのアクセサリーっていうところが入ってきます。あとはライトもしくはキャンドルです。このような丸みのあるキャンドルホルダーだったり、あとはライトですね、光るものでお部屋に飾れるもの、こういうものがいいです。丸いライトですね。あとはクリスマスツリーに飾り付けをするっていうのもいいと思います。キャンドルとかライトっていうとね、クリスマス連想されるので、そのあたりもいいでしょう。あとはここにクマのカードも出ていますから、クマのお人形だったりぬいぐるみとかティディビアっていうのもいいでしょう。はい、そして来ました、指輪のカードが入っています。
なのでアクセサリーはリングがおすすめです。プレゼント考えてるよっていう方はペアリングもいいと思います。クマのぬいぐるみもしくは指輪ですね。あとこのカードが入ってるということはクリスマスのあたりお相手なかなか今現状動かないとか動けないとかね、お疲れモードっていう感じもするんですけど、あなたが働きかけることによって約束、デートの約束ができる可能性があります。動かなかったものが動き始めるっていうようなイメージでいてください。ただしあなたの方が忙しいような感じなので、そのあたりの調整をつけていくことも、お二人がデートしていくためには必要不可欠になってくるんじゃないかなと思います。お相手を支えてあげるようなお気持ちでいてください。なんかね、少し今止まってるような感じ、悩んでるような感じなので、支えていく、サポートに入っていくっていうのがいいでしょう。またはここに豊かさのカードが出てきています。これと合わせてアドバイスカードもらっていきましょう。そうですね、こちらのカードもそうなんですね。これ魂のつながりとかを感じられるようなお相手っていう存在を表しているような意味合いを持つカードなんです。なので今回ねリングも出ているので、お相手と対になるようなことを感じられたりとか、動かなかったことでも動き始めることによって連動していくというか、お相手の気持ちをより深く知れることにつながるのかもしれないし、二人で揃っているような気持ちを感じられるようなクリスマスのあたりっていうのが出てきています。しかも25っていうのもラッキーナンバーで、あと22っていうのも入ってるので、22だと週末前金曜日だし、25はちょうどクリスマスの当日なので、このあたりに豊かなものっていうのが入ってくるのかなっていうのも出てきています。ようやくあなたの豊かな面が発揮される時、もしくはあなたの心により豊かな財産が蓄えられる時っていうように感じてください。お相手にあなたが豊かさを届けるのかもしれません。今回この5番をお選びいただいた方、豊かさがテーマです。あなたが受け取るのかもしれない、与えるのかもしれない。はい、ですがあなたやお相手2人は魂のつながりのあるご縁のお二人です。今その恋愛していないっていう方でも新しい始まりっていうのが出てくるので、出会いがある可能性がある、またはあなたが決めたことによって流れが変わっていくんですね。なのでその今恋愛的要素でとってはいるんですが、恋愛じゃなかったとしても新しいお仕事が始まっていくとか、それは豊かさにつながっていくことっていうふうに捉えてくださいね。ただこのあたりのカード見ているともね、こう魂のつながりとかパートナーとかね、そういうのも見ていくとやはり恋愛要素が強いのかなというふうには感じます。はい、なんかね、豊かなものが溢れてくるようなクリスマスのあたりっていうのが出てきていますし、これはスポーツを表しています。はい、体を動かしましょうっていうのが具体的なアクションで入っています。そのことでストレス発散になったりとか、また体を絞ることにつながったり、より健康的になれたりとか、循環させていきましょう。血の巡りを循環させることだったり、むくみを取ること、老廃物を取っていくことによって体の巡りを良くしていきましょう。新鮮な空気を取り入れて呼吸を続けていきましょうっていうカードですね。体を動かすこと、スポーツをすることによってより良い豊かさが引き寄せられていきます。こちらも参考にしてください。今回はクリスマスどんな日になりますかっていうことと、あとデートを考えている方はそちらへ向けてのアドバイス、あとは全体的にラッキーカラーやラッキーナンバーなどをもらってきましたので参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。では6番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回はシンプル占い8択、クリスマス何かありますか、何か起こることはありますかということと、もしデートを考えている方はデートへ向けてのアドバイス、または全体的なラッキーカラーやラッキーアクション、ラッキーナンバーをいただいていきます。ではよろしくお願いします。
今回はトランプを中心に占っていきます。今回はシンプル占いなので軽めにサクサクっと占っていきます。ジョーカーが2枚出てきています。はい、ということで見ていきましょう。そうですね、今の現状、そして今ね、現状を何か抱えている方っていうのが、それそのままクリスマスのあたりまで課題として続いていきそうな感じ、同じテーマとして出てくるかもしれません。今の抱えている問題がそのままの障害として出てきていますね。うん、それをどんな風に乗り越えていくのかっていうのがテーマかなと思います。そしてクリスマスのあたりっていうのは楽しく過ごせると思いますね。いいと思います。ただし、ある意味楽しいんだけど、ある意味自由が利かないというか、そういうところも出てくるので、どのあたりに自分でオチをつけていくのかっていうのが6番さんのテーマになってくるんじゃないかと思います。今そのご自身の中で受け止めていきたいものだったり、より相手を深く知りたいとか、恋愛でご覧になっている方っていうのは今お相手と程よい距離感にいるんだけど、もう少し踏み入っていきたいとかね、そういうところもあると思うんですね。近未来とてもいいです。あなたの中でも注目が集まるようなことが訪れたりとか、嬉しいことが起きるでしょう。臨時収入がある方もいると思います。あなたが頑張ってきた仕事に一区切りがついて成果が訪れる、みんなに褒められる、そのような近未来も出ています。好きなお相手で見ている方は、お相手との間でデートの約束ができるとか、あなたにとって一つ嬉しいことが訪れるっていうのが入ってきています。今自分らしくいることっていうのがテーマなのかなと出てきています。あなたの中でいろんなことがあるんだけれども、その中でいかに自分らしくいられるのかっていうのをあなたは今考えていて、自分の気持ちを優先させていきたいとか、あまりこう先のことを真剣に考えて石橋を叩いて渡るというよりは、今パッと自分がやりたいことをやっておきたいとかね、今この瞬間を大切にしたいというようなお気持ちがあるし、何かにとらわれているのであればそこから抜け出したいっていうようなところが出てきています。それはこのクリスマスまでもずっと続くテーマなのかもしれません。お相手または周囲の状況としてもバランスのカードが出てきています。ここいかにあなたとお相手のバランスをとっていくのかっていうことでお相手も考えていると思いますし、まだ言えていないようなお気持ちもあると思うんですね。お相手の中にも今こう関係性が良好だとしても、まだこう打ち明けられていないことがあったりとかっていうのも出てきています。でもだからこそお互いそれぞれの個性が際立っていて、程よい距離感で今お付き合いできているっていうところもあるので、ここは恋愛関係で見ている方はお相手との関係性にもよって変わってきます。今仲良くやっているよっていう方は、この感じでいいなっていうふうにお相手が感じている、またはこれからもっと仲良くなっていきたいっていう方は、お相手がまだ見せていない本心があるのかもしれないというのは出てきています。ただこのね、バランスのカードはお相手が出してきてくれているので、あなたと今ちょうど良いバランスでいたいっていうお気持ちはあるっていうことですね。はい。ただじゃあクリスマスのあたりは楽しく過ごせるのかって言ったら、そのあなたのやり方次第っていうところがあるのかなっていうのがあります。自分の打ち出し方次第、うん、何を基準にとっていくのかっていうところです。そうですね、いかに自分らしく自分の気持ちを優先させていけるのか、それを本当に押し出していけるのかどうかっていうところ、気持ちとしてはお相手にデートに誘いたい、
っていう基本心があるんだけど、それを実行できるのかどうかっていう、自分を乗り越えていけるのかどうかっていうことによっても変わってくるんじゃないかと思うんですね。あなたがお誘いしたことによってまた未来が変わっていくし、または動けない、消極的になっちゃって、思っていた通りに自分が働きかけていけないっていうことが、それ自体が障害として出てくるかもしれない。本当にそれを乗り越えて自分の思う通りに動いていけるのかどうかっていうのが課題かな。もうすでに取り組まれているよっていう方もいるだろうし、それについて深く考えてるって方もいるだろうし、考えすぎていてもう考えたくない、もうできるんだったらこう楽してこう自分の本心の思う通りに進んでいきたいとかね、そんなこともあるんじゃないかなとは思います。いかに自分が、もしくは自分たちが楽しく過ごせるかっていうことを、心に留めていただけるとより良いのではという感じで出てきていました。ではラッキーカラーやアドバイスもらっていきます。ラッキーカラーなんですが、ここね、ベージュのような薄いピンク、桃色、あとはここに紫とレッドが出てきていますので、この3色を取り入れてみてください。どれかお好きなもので構いません。赤、紫、あとはベージュピンクですね。でしょう。そしてラッキーモチーフとしては、やはりアクセサリーがいいのではないかと思います。宝石ですね。何でもいいです。クリスタルでもいいですし、あなたの好きな宝石、誕生石とかでもいいですね。パワーストーンでもいいでしょう。天井から吊るすようなものもいいでしょう。オーナメントもいいと思いますし、あとお部屋の飾り、インテリアにこだわっている方っていうのは、こう吊るすものとして何かこうモチーフになるようなものも取り入れていくといいと思います。そして視力関係なくおしゃれメガネっていうのも入ってきます。サングラス、もしくはメガネ縁のあるものなくてもいいです。普段からメガネかけている方はそのままでもいいですし、あとおしゃれで取り入れていくのもいいでしょう。いつもメガネの方はコンタクトを取り入れるとかっていうのもいいですね。クリスマス何かお約束事がある方はおしゃれをしてピアスを身につけたりとか、ブローチだったりとかネクタイピンっていうのもいいと思います。はい、ここはお相手にいかに仲を進展させていくためにあなたが策を考えていくのか、そして自分の気持ちの通りに進んでいけるのかっていうのが、この6番さんの大きなテーマです。道のりが果てなく長いっていう風に感じる方多いかもしれませんね。自分の目標に対してまだまだ先なんじゃないかって感じてるかもしれません。ですが、あなたの目標としているものがここにあるということは、あなたの望みははっきりとしてるわけです。あとは進んでいくだけなんですよね。その進むっていうのも、ゆっくりと時間をかけて進んでいくことをお勧めしますというように書いています。これは魂を熟成させていくことっていうのがテーマなので、クリスマスの時期に当てはめて言うのであれば、今お二人の関係性を育もうと思っている方は、ゆっくりと時間をかけて取り組んでもいいし、あまり急がなくてもいい。かといってクリスマスってあと1ヶ月ちょっとじゃん、どうしようっていう方は、今自分ができることをゆっくりとやってみてください。自分の気持ちを解放させて踏み出すこと自体が、あなたにとっては勇気のいることなのかもしれません。何か自分で行動に移すことですね。それがかなりハードル高いなっていうふうに感じている方は、今できることを少しでもいいので積み重ねていくこと、もしくはお相手に直接働きかけられないとしたら、自分磨きに今取り組まれるのもいいかもしれません。なぜだったら、ここは長い道のりの中、自分の心を成熟させていく、熟していく、または2人の関係性を熟していきましょうっていうことなんですよね。食べ時になるまで、頃合いを見るまで、ゆっくりと育んでいきましょうねっていうのが出てきているので、自分の心を育むことでもいいです。そこから取り組んでいくことでもいいでしょう。ただお相手の方からじゃあ何か動いてくれるのかというと、それを待っていると進みがもっと遅くなっていく可能性があるので、やはりどこかしらで自分の気持ちが整った時点で何か一歩ずつでも動いていくことっていうのがアドバイスとして入っていました。そしてこちらのお選びいただいたオラクルカード、こちらからも
メッセージをもらっていきましょう。そしてこちらのねカードからももらっていきます。マイナスなことは今は取り除いていきましょう。新しいスタート、新しい始まりがもうやってきています。あなたの世界を作り上げる時がやってきているので、今ここでネガティブなこととかマイナスな感情っていうのをほどいていきましょう。下ろしていきましょう。荷物はもうおしまいです。身軽になって新しく始めていきましょう。生まれ変わるようなお気持ちでもいいかもしれません。そして自分自身に優しくあってください。まずは自分の心、そして自分の体をいたわっていきましょう。そしてダメな自分とか、こんな自分ダメとか嫌だとかね、そこ悩んでるとかね、うじうじしてる自分どうしようとか、そういうところもまずは全て受け入れていきましょう。その中で今ふるいがかかる時なんです。あなたの心に網があります。網、ザルがあります。そこに今そのいろんな自分ですよ、好きな自分とか嫌な自分とか、こういう嫌な思い、マイナスな感情やプラスな感情、全てを今この小麦粉みたいな感じで粉として今入ってきていて、これを今あなたがザルでふるいにかけているところなんです。その中で今不要になっているものやマイナスなものっていうのはザルの下を通っていきません。で、新しいもの、ポジティブなものや、あなたがやりたいと思っている本当のお気持ちだけがザルを通って本当のこの器の中に入っていきます。余分なものはザルの上に残ります。そのふるいを今かけるときですね。なので新しいスタートを切るタイミングでもあります。今自分自身を慈しんで育むことから始めてみてもいいでしょう。受け入れて、その後はふるいにかかった後は残ったもの、ここにふるいにかけられて選別されたものをあなたは今度育んでいくことや新しく始めていくことに取り掛かってみてください。はい、あなたのその優しいお気持ちがいずれ何かしらの形で結果となって出てくるでしょう。マイナスな感情ばかりに今とらわれているようなところもあるし、自分自身消極的になって動きたくても動けないとかね、そういうところもあるので、ふるいにかけていくとよりクリアになって物事が見えやすくなっていくかもしれません。はい、そしてクリスマスね、お誘いもらってるよとか、もうすでに約束、計画あるよっていう方は、気合を入れてクリスマスデート楽しんでいくといいと思います。はい、もしかしたらね、一夜を共にするようなこともあるかもしれません。ラッキーナンバーをお伝えします。0番、25番、30番、34番です。なので、25日、30日、もしくは0分、34分、とかそのあたりの数字を参考にしてください。25っていう数字が入っているので、クリスマス当日嬉しいことあるかもしれません。はい、今回は期間限定となるんですが、クリスマス何か起こりますかっていうことと、デートがもしあるとするんだったらそれに向けてのアドバイス、または全体的なラッキーカラーやラッキーナンバーをいただいていきました。参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは7番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはシンプル8択占いです。トランプを使って占っていきます。クリスマス何かありますか、起こりますかということと、もしデートを考えている方はデートへ向けてのアドバイス、そして全体的にラッキーカラーやラッキーアクション、ラッキーナンバーをいただいていきます。ではよろしくお願いします。今回はサクサクシンプル占いです。トランプを使って見ていきます。ではよろしくお願いします。はい、ではいただいていきます。今現在もう
恋する気持ちいっぱい、お相手からの愛も受け取っているっていう形で入ってきています。もう恋愛関係なんじゃないかなっていうふうに見ています。で、今その期間限定クリスマスっていうところでテーマで見ていますので、もちろん今恋愛じゃなくて仕事モードなんですっていう方だとしても、今ご自身の中で湧き上がってくる思い、楽しい日々っていうのを感じているんじゃないでしょうか。愛情だけではなくてね、今あなたが友情だったり家族愛だったり、お気持ちを通い合わせられるような存在がいて、そして生活に張りが出ているような気がします。とても気持ちが潤っているっていうのが見えてきていますし、そしてこれから先のことっていうのも見ていきましょう。とテーマになってくるのが、あなたの今溢れているその素敵なお気持ちをどのように表現していくのかっていうのが7番さんのテーマです。そしてお相手の状況、もしくは周囲の状況としてここのカードを出しているんですが、このお相手、今、あなたの溢れている思いを見て、それで動きを出してくれそうな感じで入ってきています。ただしまだ、鎧をガチッとまとっているようなところがあるので、今ね、こうお付き合い始まったっていう可能性が高いんですけど、でもそうでもない、お付き合いしていなくて両片思いでもなくて、相手のことをもっと知りたいとか、お相手が何考えてるかまだわからない、つかめていないよっていう方は、お相手のこのいっぱいまとっている鎧を少しずつ剥がしていくような流れになっていきます。もう現在お付き合いしているとか、交際している両片思いだよっていう、仲いいよっていう方は、これからお相手があなたに向けて何か一つ動きを出してくれる、お誘いとかもあるかもしれません。デートのお誘いね、この方考えているかもしれませんね。関係性によってちょっと変わってきます。まだ浅い関係性なのであれば、あなたの方から働きかけていくのがいいと思いますし、気持ちが通じ合っている同士だとしても、それでもね、あなたの方からも動いていくといいし、お相手の方からも距離が近ければ働きかけてくることがあるんじゃないかと思います。ここポイント、気をつけるべきポイントとして、お互いフェアにやっていきましょうっていうことと、あと、いろいろと迷ったりとかするのであれば、いろんな選択肢が出てきたりとかね、いろいろ迷うことがあるのであれば、少しね、一回お互いの関係性を変えたりとか深めたりすることを今ストップしてもいいと思います。無理に変えようとしたりとか、大きな変化を求めないのも一つの手だと思います。フェアでいることっていうのがあるので、どちらかが不利になってしまったり、どちらかが気持ちをぐっと我慢するようなことがないように、お互いバランスをとっていくことが大切です。だからお相手の言うことばかり聞いてもいけないしっていうところもあるので、クリスマス予定つかなかったって言ってがっかりするんじゃなくて、じゃあクリスマスはクリスマスで、また違う日にお祝いしようって、遊ぼうっていうことで、でもクリスマスっていうこの期間じゃなくて、まず毎日のやり取りっていうところの方がお二人にとっては大きいかもしれないです。日々取り組まれていること、育まれているこの関係性、クリスマスにこだわらずね、今こう順調に育んでいるところでもあるし、湧き上がってくる思いもあるから、仲良く過ごしていけるんだったらクリスマスにこだわらないよっていう方もいるかもしれない。だけどね、告白っていうのも入ってきてるんですよ。なので、それはお相手の方から告白を受けるのか、それともあなたが働きかけていくのか、どちらかタイミングを見てっていう感じが入ってきます。期待をしすぎることもなくね、そして、自分で気負いすぎることもなくっていうことで、フェアでっていう意味で入ってるかもしれません。そうですね、ただ愛あふれる日々っていうのが伝わってくるので、その日々の愛情を大切にしていくことだったり、中にはね、うまくいかない日もあるし、体調を崩すような日もあるし、いろいろまた1ヶ月またありますからね、この間に変わってくることもあるんですけど、でも変わらずいることっていうのは、お二人が今仲を育みたい気持ちがあるっていうことを大切に思ってください。それですね、愛こそ全てっていう、今ね、その状態でもいいんじゃないのっていうふうにカードが出てきています。そうですね、
ではアドバイスカードもらっていきましょう。ここにラッキーナンバーやラッキーカラーももらっていっています。まずラッキーカラーはこのような黄色や薄い緑がラッキーカラーです。緑というとクリスマスツリーのカラーでもあるのでね、ツリーを見に行くのもいいでしょう。そして黄色を取り入れていってみてください。あとはあなたがあなたらしく進んでいけることっていうのがテーマなので、今その恋愛要素多めのカードが入ってはきているんですけど、どんな形であれあなたがあなたらしく過ごしていけるのが一番大切です。友達と過ごすのか家族と過ごすのか、一人で過ごす方もいるかもしれないですよね。別にそこにこだわっていなくて、今は自分の夢目標に向かって取り組んでいるとか、仕事頑張ってるって方もいるでしょうし、そこに充実感を感じてるって方もいるでしょうから、今あなたがワクワクすること、思いあふれてるようなことが今あると思うので、そこに対してあなたが前向きに進んでいくことや、あとコントロールしていくことも大切になってきます。船のカードです。時には海がね、荒れることもあるでしょう。穏やかな波の時もあるでしょう。前に進みやすい時もあれば、進みづらい時もあるし、天候が崩れる時もあるので、その中でいかにコントロールして船を進めていけるのか。中にはね、嵐が来たから一回進むのやめて止まっておこうって、まず守りに徹するっていう風になる時もあるかもしれない。どんな日があっても、あなたは変わらず、ここで自分のお気持ちを大切にして安定させていくんだって、絶対沈まないんだっていうようなお気持ちでいることが大切だよっていうのは入ってきています。その他にも見ていきましょう。ラッキーアクションとしてあなたが選択するっていうのがここにアドバイスが入っています。何かしらの一つ物事が決まる、決めていく、または焦らず決めないっていうのも一つの策です。だからそれも選ぶってことに入りますよね。焦って決めないっていう選択肢を取るってこともそう、うん。なので状況に合わせてあなたが何かしらの選択をしていく時ですっていうのがあります。または道しるべとなるようなもの、指針となるようなものやアドバイスがちょうどよく入ってくるかもしれません。そのヒントをもらってあなたが進んでいくために何かね、道を選ぶ方向性を決めていくってことにつながってくるかもしれません。たくさんあるんですよ、道が。あなたの頭の中で考えてることもたくさんあるし、どんな方法で行けばお相手と仲良くなっていけるのかっていういろんなことが出てくるので、一つの指針として自分はこうしやっていきたい、こう進んでいきたいっていうお気持ちを大切に。沈むってことはつまり諦めちゃうとかっていうことですよね。溺れちゃうことがないようにってことで、まずは気持ちを安定させていくことに今こう力を注いでいくといいのかなと思います。ただね、すごくね、いいカードが入っていますから、クリスマスのあたりっていうのはロマンチックな感じで過ごせるんじゃないかなと思います。そしておしゃべりすることっていうのもラッキーアクションに入ってきています。お友達との会話でもいいです。会話の中であなたが心弾むようなことが訪れたり、または先ほども言ったみたいにヒントになるようなことがもたらされるようなことが出てくると思います。はい、おしゃべりもいいでしょう。好きな人かもしれないですしね。あとはよく寝てください。今睡眠の向上、睡眠の質の向上っていうのが入ってくるので、あと目が疲れてるかな、スマホをよく見ていたりパソコンテレビを見ていて目を使っている方が多いかもしれません。なのでアイマスクをしたり目を温めたりとかして目のケアをしてください。ドライアイの方は目薬さしたりとか、あとコンタクトを新調したりとかっていう目に関するケアっていうのも行ってくださいね。ゆっくりとたくさん寝て栄養を取り入れてください。はい、そして服装なんですが、この上品さを求めていきましょう。デートお誘いあるよっていう方は、上品で清潔感のあるような、そして柔らかい素材のものを取り入れていきましょう。そうですね、ドレスアップすることもいいかもしれない。これは性別問わずね、品があって清潔感のあるような感じで行くといいんじゃないかと出てきていました。派手さというよりは清潔感っていうようなイメージでいてください。そしてこの2枚のカードからアドバイスをもらっていきます。あなたの心を育んでいく時です。リラックスしていきましょう。
気を張りすぎていたっていう方、もしくは今現在ね柔らかく過ごしているよって方はそのままで OK です。常に自分がリラックスできるようにしていきましょう。自然に触れ合うことも大切です。なので直接お部屋に植物を飾ったりお花を飾ったりするのもいいですし、あとは自然に触れ合うような場所に出かけることもおすすめです。または自分の心を育んでいくことっていうのも意識してみてください。リラックスすることによってあなたらしさがよりぐんと成長できる時だっていうふうに感じてくださいね。あとは一人時間も大切にしましょうっていうのがあるので、今一人でいる時間に何かできることないかなとか、自分のために時間使ってみよう、勉強したり吸収したり栄養を取り入れたりゆっくり寝たりとか、いろんなことをして自分一人の時間っていうのも作ってみてください。これもアドバイスとして入っていました。あとはそうですね、あ、ここに旗がありますからフラッグですね。お料理に旗が立っているものを見たりとか、あと矢印っていうのもラッキーモチーフなので、矢印を見た時とかそのようなもの、も取り入れてみてください。ヒントになるかも。あ、矢印注目してみてくださいね。そしてラッキーナンバーですね。ラッキーナンバーは3、7、11、59という4つのナンバーが入っているので、このあたりを取り入れてください。あと髪の毛のお手入れもいいと思います。目のケアだけじゃなくて髪の毛のお手入れもしてみてくださいね。はい、以上です。ではクリスマス何かいいこと起こりますかっていうことや、あとデートのお誘い考えている方へのアドバイス、または全体的なラッキーカラーなどももらっていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは8番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回はシンプル8択占いです。トランプを使ってクリスマス何か起こりますか？そしてデートを考えている方はデートへ向けてのアドバイス、または全体的にラッキーカラー、ラッキーアクション、ラッキーナンバーをもらっていきます。ではよろしくお願いします。今回はサクサク占いです。早速トランプを使って見ていきましょう。2023年クリスマス、どんな日を過ごすのか。今年は23、24が週末になっているので、25日も含めて見ていきましょう。では出ましたね。これでもらっていきます。ちょっとねずれたかな。はい、いいですね。近未来いいこと起こりそうです。はい、今のモチベーションを保っていきましょう。いいですね。お互いお気持ち分かり合えるとか、お話しし合えるとか、関係性によっても変わってくるんですけど、好きなお相手と仲良くなれるタイミングっていうのがやってきそうです。今以上に仲が深まることがありそうですね。恋愛要素が強めなんですけど、でも恋愛じゃなかったとしても、自分の今やりたいことに向かってやってるよっていう方は、その一歩ね、願望成就に近いようなことがあるんじゃないかと思います。助けてくれる協力者っていうのがいますからね。あなたの夢を応援してくれる方っていうのがいますから、その方々とのつながりや協力っていうことをしていきながら叶えていくのかなっていうのが見えてきています。そして周りの状況、またはお相手の状況として、ここですね、お相手の動きをよく見てくださいっていうところもあります。お相手どんな風に動いてくれるかなっていうところで、ただそうですね、クリスマスのあたりずれ込む可能性もあります。
2人が仲良くやっていく時間っていうのがクリスマスちょっと過ぎる可能性もあるんですね。なのでそのクリスマスの期限っていうところにあまりこだわらない方がいいかなっていうのがアドバイスとして入ってきています。一番大切なのはクリスマスに何をするかじゃなくて、2人がこれから先何をしていくのかとか、どんな関係性を築いていくのかっていうのが一番大切だから、そうだ、そんなこと言っちゃったらね、今のテーマから外れちゃうから、クリスマス何があるのってことをまず知りたいってことなので、まず先ほど言ったお気持ちっていうのを忘れずにねしておいて、だからクリスマス少しずれちゃってもまた次にね挽回できるからっていうふうなお気持ちでいてくださいねっていうことで、クリスマス当日もしかしたらそのデートできないとかそういうことはありそう。本当に焦点絞っていくんだったら本当に24、25のあたりっていうのは一緒に過ごせないかもしれないんだけど、結局そこじゃないよねっていうところにお互い考えるんじゃないかなと思うんです。ちょっとねお相手のところ少しだけ気になるので、ごめんなさい、8番さん特別にトランプ1枚出します。他の選択肢の方は出していなかったんですけど、お相手がどう動いてくれるのか、お相手の動き、なるほど、そうですね、その一緒に過ごせるかずれ込むかどちらかだと思います。だけどお相手のお気持ちがあなたに伝わるようなことがあるので、それを受け止めてくださいっていうメッセージが入ってきています。お相手の中で今シフトチェンジというか生活が変わる切り替わりのタイミングというか、なんかね節目を迎えるような感じなんですよね。お相手の中でも一区切りつけるとか、気持ちがふわっと軽くなるような、つまり今まで仕事が忙しくてそれが一段落ついたからやっとねふわっと気持ちが開放的になるのか、例えば何か取り組んでることが一段落ついたとかっていうこともあります。あとは長年計画、長年というか長期的に計画立てていたことについても一つ結果が出るとか、何かしらの区切りがついてこう気持ちが軽くなっていくので、その時にお相手からのお気持ちをあなたにこう自分の気持ちを分けていくから、それを受け取ってねみたいな優しい感じで流れてきています。その優しさを受け取ってくださいっていうことで、そうですね、なんかね半分こうっていうようなイメージでいるといいかもしれません。2人の気持ちを分け合っていく、そこで生まれてくる新しい世界とか、そのようなイメージでいてください。受け取るものもあればあなたが与えるものもある、そのバランスがちょっと比率がね違う時もあるんですね。あなただけが与えているような気持ちになる時もあるし、お相手からたくさんもらってるっていう風に思える時もあるし、この分け与える関係性っていうのがバランスがちゃんと比率がね 50%50% じゃない時もあるんですよ。 80%20% とか 10%90% とか、バランスは取れてはいないんだけど、でも確実に受け取るものとかもあるし、あなたが与えていくものもあるので、そのそこのね同じぐらいの割合じゃなきゃ嫌とか、そこにこだわることなくね、今受け取れるものを十分に受け取って味わうことっていうのがいいのかなと思いました。はい、ということでアドバイスをもらっていきましょう。はい、こちらのカードからラッキーカラーを出しています。ラッキーカラーはオレンジ、あとは緑やカーキ色、イエローのあたりですね。このあたりを参考にしてください。そしてここにお魚のカードが出ていますから、そう、あのお肉じゃなくて魚料理でもいいと思いますし、あとはお魚をモチーフにしたようなものを取り入れていくのもいいでしょう。釣りが好きだよっていう方は釣りに行くのもいいと思います。はい、その他にもメッセージもらっていきますね。あと光、ライトっていうのもいいので、照明の明るいお部屋にするとか、お店に行くとかっていうのもいいです。あとはここに、お庭のカードが入っています。公園に行ったり、あなたの庭の手入れをすること、それもおすすめです。具体的なアクションとして入ってきています。あとはこちらのカードはインナーピース、あなたの心を癒していきましょうっていうカードなので、この方日記をつけてるんですね。
あなたの思い描いている世界っていうのを文字に起こしていくのもいいでしょうし、あなたが今表現したいことを形にしていくときです。絵を描くことでもいいし、歌うこと、もうカラオケ行ってストレス発散とかでもいいんですよ。あなたが今やりたいこと、そしてそれは、そうですね、芸術、アートとかに関係することかもしれません。お庭のカードはデートとか人脈が広がるとか、そのあと芸能関係とかね、そういうことも表しているので、人がたくさん集まる場所、 SNS でもいいので、同じ趣味を持った仲間が集まるような場所で新しい出会いがあるとか、お相手とつながるような何かしらのヒントがあるとか、ね、今好きな人がいないよっていう方でも出会いがあるかもしれませんね。このハートの2番が出てるので、人がたくさん集まるパーティー会場だったり、またはアウトドアかもしれません。公園っていうワードが入ってますから、外で、なんだろうな、冬ですよね。ビアガーデンじゃないんだけど、外で集まって何かやるときとかっていうのピンとくる方は、そこになんか新しい出会いがあるとか、好きなお相手が一緒にいるとかっていう可能性もあります。あとは単純にデートのカードなので、お相手とデートできる可能性もすごく高いです。ただし、このお相手の区切りがついたらっていう感じもするんですね。お相手の様子よく見てください。タイミングを計らっていくと良いのではないかと出てきていました。はい、そしてこちらの方からもね、もらっていきましょう。流れっていうカードと、これはお金っていうカードも表してるんです。豊かさやお金です。これはあなたが今豊かさに向かって自由に泳いでいく時っていうのも入ってますし、あとは流れに身を任せるっていうことも大切です。ある程度ゆっくりと余裕持って過ごしていましょう。きちきちっとしていなくても大丈夫です。そしてこうしなきゃいけないとか、何々しなければいけないとか、自分はこうでなければいけないっていうところから抜けて、もう少し柔らかくゆとりを持って過ごしていましょう。その方がより豊かさの方へ向かってあなたがたどり着いていけるでしょう。そのようなアドバイスもいただいていました。まずは心に平和をもたらしてください。あなたにとっての癒しの時間や平和な時っていうのはどんな時でしょうか？一人でいる時でも構いません。誰かと過ごすことによってあなたの心が安定するのであれば、それに向かって進んでいってもいいでしょう。そしてお選びいただいたカード、こちらもアーティストっていうカードなんですね。芸術性を表すカード、あなたの個性を引き出すカードでもあります。今あなたの心の中の埋もれているものを発掘する時です。またあなたは自分の感情をしっかりと見て掘り起こすことができます。見逃すことなくね、今の自分に必要な気持ちや感情、情報、自分の答えっていうのをちゃんと掘り起こすことができる方なので、あなたのそれが個性なんですよね。魅力の一つです。なので、あなたの魅力を最大限に今発揮させて、自分の心の中で眠っている感情を掘り起こしてください。それを彩りをつけて美しく表現できるのがあなたなんですよね。どのように今眠っているお気持ちを開花させて色をつけていきますか？あなたのやり方で構いません。より豊かになっていくために今色をつけていきましょう、ね、っていうところが入っていました。ここかなり賑やかなカードが入っていますから、クリスマスのあたりっていうのはいろんなお誘いを受けたり、またはあなた自身がお誘いをしたりとか、人の集まる場所で誰かと交流をしていくっていうような流れになるかもしれません。これもお受け取りください。ラッキーナンバーは17、20、そして30、43という4つのナンバーをお受け取りください。はい、今回はサクッと占い、クリスマス何か起こりますか？そしてデートへのアドバイスやラッキーカラー、ラッキーアクション、ラッキーナンバーをいただいていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。